コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちら。はい、ガチャガチャが4カプセルあります。はい、こちらはね、何かというと、はい、 HG 呪術廻戦01フィギュア全4種セットっていうのを買いました。はい、ガチャガチャ王国というところでね、買いましたね。はい、まあ私ね、代引きで頼んだんで、代引き手数料も上乗せして2950円。はい、こちらもね、購入して届きましたんでね、紹介していきたいと思います。まあ、こういう感じで届きましたね。はい、カプセルごと、ではちょっとね、見ていきたいと思います。はい、カプセル自体はこういう感じなんですけれども、まあ、一応中ね、開けてみましょう。はい、とりあえずね、ブックレットこちらの方をね、確認していきましょう。はい、呪術廻戦 HG シリーズ、初のね、呪術廻戦 HG シリーズです。はい、全4種なんで、はい、まずは虎杖、はい、100mm 10センチですね。はい、で伏黒 103mm で、釘崎 93mm で、五条先生一番でかい 110mm。 はい、こういうラインナップなんですよね。はい、これ1回500円ですね。はい、では早速ね、虎杖から組み立てていきたいと思います。その前にね、あの袋の状態ね、こういう風にすごい細かく分かれてますね、パーツが。はい、かなり細かい。はい、パーツなんですけれどもね、すっごい細かいね、バラッバラになってる。はい、組み立てんのめんどいね。はい、すべてね、組み立て終わりました。ではね、虎杖U字から見ていきましょう。こちら、はい、いかがですか。まあ、自分的にはね、ありな方だと思います。このスケールフィギュアでガチャガチャクオリティとしてはね、全然ありだと思いますね。塗り分けとかもね、ちゃんとされているんで、ありですね。いいと思いますこれ。いや、なかなかいいですよ、出来は。はい、では次は伏黒恵、こちら、はい、ポージングがね、すげえかっこいいんだけど。ポージングがすげえかっこいい。ポージングがね、なんかかっこいいよね。このフィギュアスタイリッシュだね。よくできてるわ。で、顔、はい、いや、顔も良くないですかこれ。伏黒ですね、かっこいいよ。これよくできてるな。伏黒かっこいいわこれ。伏黒好きにはたまんないんじゃないですかこれ。服のシワとかの造形もね、すごい細かいですね。ガチャガチャとしてはもう全然ありですよこれ。クオリティ高い。はい、続いてはね、釘崎のバラ、こちら、
やたら可愛くないですか。釘崎がなんかやたら可愛いポーズ撮ってるんですけど。なんか女を感じますね。はい。で顔をね。まあ分かりづらいですけどね、白い歯を見せてる感じです。はい、いやこれもいいね。うん、ちょっと可愛く見せてる釘崎。スカートのこのたなびき具合とかもね、よく再現されてる。でここのね、うん、ポーチ、すっごい細かく再現されてるよ。いやこのシリーズすごいな。はい、続いては私の推し五条先生、こちら。お疲れ様さ。かっこいい、すげえスタイリッシュ。なんだこのガチャガチャシリーズは。すごい出来いいぞ。顔はね、もちろんちょっとマスクで目が隠れてるんで、うん、まあ、分かりづらいですけれどもね、ちゃんと目のくぼみとかもね、再現されてるんですよ。うん、で口とかはね、やっぱり、まあ分かりづらいですね。一応にってね、歯を出してる感じなんですけれども、分かりづらいかな。うん、すげえ。ほんと服のシワがすごい再現度高いんだよな。うん、すげえ、ガチャガチャとは思えないクオリティ。うわ、かっけえ、五条先生かっけえぜ。はい、といったね4体なんですけれども、これはねガチャガチャとしてはクオリティ高い。うん、久々になんかね当たりなシリーズ。これはぜひね、五条先生素顔バージョンとか見てみたいね。ちょっとポーズとか決めてね。うん、いや多分このシリーズはね続くんじゃないですかね。うん、いやぜひ第2弾出してほしい。いやこれはいい。ということでね、今回はガチャガチャ HG シリーズ、はい、呪術廻戦全4種、こちらをねご紹介させていただきました。最後はね回転台座に乗せてね、ぐるっと回してね見ていきたいと思います。ぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。解かねば愚かな僕の積み重なる変えなる